僕たちはいつも一緒だった。同じ時を過ごし、同じ夢を抱き、同じ人を好きになった。共に笑い、共に泣き、喜びも悲しみも共に分かち合ってきた。僕らの思いはいつだって共にあったから。しかし僕らはいつか道を違えてゆく。ディオス、僕らはもう同じ道を歩んでいけないのか。ロギ、俺が終わらせてやるよ、この憎しみの連鎖。錬金術の、やめて。どうして二人が戦わなきゃならないの。なぜだ。何がお前を変えてしまったんだ。三人、黙れ。たとえ世界の秩序が崩れ去ろうとも、俺がこの世界を救ってみせる。お前は間違ってる。錬金術でこの世界は救えないんだ。この世界に変わらないものなど何一つない。あるとするなら絶対的な力が正義となる世の断りだけだ。なぜだ、ディオス。全てが変わり続ける世の中で変わらずにあり続けるものがある。それは僕たちの絆だ。理想だけでは何も変えられない。そう気づかされたんだよ。俺たちは騎士だ。信じる道が違うというなら、その剣で証明してみせろ。僕はお前を本当の兄弟だと思っていたんだ。ディオス、愛する兄弟よ、これで終わりにしよう。違うわ、ロギ。気づいてきた絆に嘘はない。あなたたちは今も昔もかけがえのない兄弟なの。
ないで。愛情は決して色褪せはしない。あなたたちを思う、この私の気持ちのように。悠久の時を超えた遥か昔、この地に神を目指す者たちがいた。ニムルとエンメル、後に錬金術の始祖と称される兄弟である。彼らはその禁忌の術で天へと続く塔を建造してゆく。万物を恐れぬ諸行、その英知に神々は脅威を感じ、人類の傲慢を戒めるためにその手を下す。兄のニムルを封印し、世界を完全に分断した。残されたのは、禁忌の術を伝承するわずかな人々と、遥か空高くそびえる塔の残骸だけだった。その塔の名を、バベル。人類が犯した、愚かなる滞在の象徴である。我が祖国ラーストリス公国が滅亡し、早20年。地に伏せ、森に隠れ、沼の水をすする日々を強いられてきた。だが、その苦渋に満ちた日々もようやく終わる。憤怒の力をもって非道の属国エンベリアを駆逐するのだ。お前がラーストリス公国三傑唯一の生き残り。何？このオルドリン砦から反乱を始める気か？そうはさせない！このガキ、いつの間に！よし、かかった！ディオス！呼んだら意味がないだろうが！な、草原の紋章、小僧ども、クローリー家の者か。エンビリア王国総援騎士団団長、ジーク・クローリーの嫡男、ロギ・クローリーだ。同じく、ディオス・クローリー。ま、作戦通りってところだな。褒めてやるぜ、ロギ。初陣で雷豪将軍ブラドをやれれば、これ以上ない大手柄だ。滞在人ジークの血を引く者どもか。いいだろう、祖国復興の初戦にふさわしい相手だ。貴様らの血を
反撃の狼と変えてやろう。ラーストリス三傑に数えられし雷豪将軍ブラド、いざ。我が王族を皆殺しにした結露ジーク、その息子とあらば生きて返すわけにはいかねえ。だが反乱の灯火はくべられた。我らのフンドは必ずや大陸を包む炎に。待てディオス、何をする気だ。決まっているだろう、火口を断ち切るんだよ。これで終わりだ。やめろ、無駄な血を流すな。彼らは捕虜にすべき、城へ連行してその企みを吐かせるべきだ。バカな、憎しみの連鎖は余さず断ち切る。ラーストリス滅亡以来なされてきたことだ。だけど争いは絶えていないじゃないか。そのやり方は間違ってる。争いを長引かせるだけだ。黙ってろロギ、平和を脅かす不忠の者どもに躊躇は無用。おお、重い指令、船の力を。なんだあいつは。あの邪剣はまさか氷蛇将軍ネビル。ラーストリス三傑のバカを言うな。ネビル将軍は前の戦争で撃たれたはずだ。ジーク、パトリックに死を、エンビリアに終焉を。なんだ
いつの体に走る光の筋は何？二人でやられるよりはマシだ。奴は俺が引きつける。お前はこの状況を父上へ報告しろ。ふざけるなよ。どんな状況でも二人で生き延びる。絶対にだ。このバカ、一度言い出したら言うことを聞かない。まったく困った兄弟だ。ならば覚悟を決めろ。絶対に生き延びるぞロギ。当たり前だ。必ず生きてアガサの元へ戻る。行くぞディオス。ここは なんだこれは。真理の扉、魂に審判を下す場所。何者だ。我はウロボロス、真理と世界をつなぐ運命の見届け人。ウヌラに魂のつながりを見た。ウヌラには力を持つ資格がある。力を持つ資格。待ってくれ、これは一体。世が揺らぎ、未来の見えぬ今、力はウヌラに平穏を与えない。運命は荒れ狂った激流となり、あまたの人々を飲み込むであろう。力なくして人類に平穏は訪れん。だが力の意味を知らぬ者に真の力が与えられることはない。力？何なんだその力とは。ウヌラに問おう。力が欲しいか。すべてはウヌラの意志に委ねられた。僕は力が欲しい。この愛しき世界を守る力が。俺は力が欲しい。この悲しき世界を変える力が。よかろう。今ここに真理の契約は結ばれた。ウヌラの意志が目指す未来、その先に世界はどのような審判を下すのか。答えは扉のあがけ、人間どもよ。そして揺るぎなき真理を導いてみせよ。この力は間違いない。錬金術だ。どうやら俺たちも奴らと同じ力を手にしちまったようだな。ネビルの体にも光の筋が。奴の強さの秘密が分かったぜ。奴は錬金術でネビル将軍の魂から錬成されたファントムだ。まともにやり合っても勝てるはずがない。だが同じ力を手にした今ならネビルに勝てる。ああ、
来い、ラースの亡霊、あの世へ送り返してやる。うわみんなに手出しはさせない。悪いが手加減はしないぞ。思いっきり壊して潰して消してあげますわ。ラーストリス三欠を、しかも二人もだ。クロウリー家のガキども、まさか奴らも錬金術を。宗主国の犬となり錬金術を借り出してきた者どもの末裔が禁忌の力に手をつけた。果たしてその先に待ち受けるのは栄光か、それとも身の破滅か。運命の歯車は回り始めた。こん バベルの塔を望む大地、バベル大陸。ニムルとエンメルが編み出した錬金術は、時を経て、この地を揺るがす脅威と化していた。大陸の覇権をめぐる国家間の戦乱の道具となり果てていたのである。その甚大なる被害に、人類存亡の危機を感じた大陸諸国は、ノーザンブライドを宗主国とした七大国同盟を結び、錬金術を禁忌の術と定めた。以降数百年の間、バベル大陸に七つの国家が微妙な均衡を保つ、仮初めの平穏が訪れる。大陸暦911年、突如としてその平穏が破られる。西方のフンヌの国、ラーストリスが錬金術を軍事力として復活させたのである。七大国の盟約を破棄した諸行は、瞬く間に大陸全土を不穏な空気に包み込んだ。事態を重く見た他の六大国は、隣国エンビリアを先陣とする連合討伐軍を結成。ラーストリスは滅亡へ追い込まれ、錬金術は再び日の当たらぬ闇へと封印された。それから20年の時が過ぎた現在、大陸の動乱に呼応するように、禁忌の術の封印が解かれようとしていた。人々の意志は、
神々の石に翻弄される。初陣にしてラーストリス三傑に数えられしブラドを討つとは、さすがは名門クロウリー家の子ら、見事というほかあるまい。もったいないお言葉、ありがたき幸せにございます。陛下、過分な称賛はこやつらのためにもなりません。まだまだ見習いゆえ、甘やかす言葉は。良いではないか。我が国としても喜ばしいことに違いない。その無鉄砲なまでの気概、若き日のお前を思い出させる。ラストリス戦争の英雄であるお前の教えが見事に継がれている証だ。恐れ入ります。してジーク、ラーストリスのハントが錬金術を用いたという報告、お前は。あり得る話ではないかと。バベル七大国同盟が定めし大名役マグナコード、そこで禁忌とされた錬金術を復活させたことによりラーストリスは殲滅されたのですから。ラーストリス滅亡とともに根絶されたはずの錬金術が密かに受け継がれていたと。大陸で錬金術の使用許可を持つのは聖教騎士団のみ。ガビロンド、そこに通じるお前はどう見る？未だラーストリスで錬金術の存在が見えか、彼らの報告が真実ならば早急に目をつむべき。禁忌の術を操る術師を掲げ、おそらくはロギ・ディオス両名を筆頭に旧ラーストリス領内をくまなく捜索、ハントが認め、そこに錬金術の痕跡あらばマグナコードに乗っ取り。ジーク、コラと共に総援。はっ。扉を開くがよい。
真理くれるがよい。何を目指す？ウヌへの贈り物か。どれどれ？Thank you.
とは？やっぱりあなたたちには私がついていないとね。腕が鳴るわ。ジークお父様。戦争だけは絶対に阻止しなくちゃ。それで戦うの？本気？ようやく私の出番。雑魚に用はない。さっさと終わらせるぞ。みんなに手出しはさせない。
俺の計算に勝つつもりか？ようやく私の出番。ザクに用はない。さっさと終わらせるぞ。みんなに手出しはさせない。腕が鳴るわ。さあ参ろうぞ。みんなに手出しはさせない。ようやく私の出番。ザクに用はない。さっさと終わらせるぞ。みんなに手出しはさせない。
守るんだ、大切な者たちを。あわっ、守るんだ、大切な者たちを。こいつ、皆の協力あってこその勝利よ。C の輝きが増したようだな。私の出番。ザコに用はない、さっさと終わらせるぞ。みんなに手出しはさせない。育てるがごとく。朝からご苦労のことだ。危うくした修練とはまるでベテルのようだな。贈り物か、どれどれ。
魂の輝きが増したようだな。魂の輝きが増したようだな。殺すもうぬ次第。早くに起きて。もう少し寝かせてよ、アガサ。あと5分だけ。早いわね。私はバラのつぼみが開くのを待ってるの。目覚めし日輪に向かって素振りを千本。これぞ我の一日の始まり。朝早いわね。私、装備品の確認は上部を左右することもあるのがアビリティ。強化は素敵ね。バラも育てるの。成長する。人も美しい。強く成長する。人も強くなる。成長する。人も美しく花開けるの。朝からご苦労のことだ。まだまだだ。やつはこまだまだだ。やつはこまだまだだ。やつはこの程度で倒れ。俺が考える組み合わせが、これが俺の強さの裏。まだまだだ。やつまだまだだ。やつはこの程度で倒れる男ではないからだ。朝早いわね。強くなる。成長。強くなる。成長する。人のアビリティの組み合わせ、試してみる価値がありそう。強化は素敵。装備品の確認は怠らない。めでるべき大切なものだもの。朝からご苦労なことだ。早起きして修練とはまるでベテルのようだな。目覚めし日輪に向かって素振りを千本。おはようございます。神事に携わる者の朝は目覚めし日輪に向かって。細かいことは分からぬ。はっはっ。これが我が目的のため努力。これが我の力。これが我の力。これが我の力。細かいことは分からぬ。力こそ重要なのだ。少し寝かせてよ、アガサ。あと5分だけ。これも僕の力なのか。しっかり使いこなさないとな。よし、これでまた、よし、これでまた一歩本当の強さを手に入れるまで。よし、
これでまた一歩ソーエリア、これでまた一歩ソーエリア、これでまた一歩操演の名に使いこなせるまでしっかり練習しないとな。まだ眠いよ。今日のおやつは奮発しよう。一流の魔導士は道具を選ばない。知ってた？宮廷魔導士と甘いお菓子ともっと高みに近づきたい。今日のおやつは奮発しよう。自分にもう空が明るくなってきているわ。店じまいなの。兵士の朝は早い。日々の鍛錬が己の強さを鍛え上げるのです。重たい装備など簡単。国を守るために私は強くあらねばならぬ。ようやく私の出番。ようやく私の出番。ザコに用はない。さっさと終わらせるぞ。手出しはさせない。
協力あってこその勝利よ。腕が鳴るわ。さあ参ろうぞ。ようやく私の出番。ダコに用はない。さっさと終わらせるぞ。みんなに手出しはさせない。協力あってこその勝利よ。